天使。天使は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖典や伝承に登場する神の使いである。以下、しばしば、アブラハムの宗教と呼ばれ、比較宗教論の宗教分類で平地されるこの三、宗教の天使ついて叙述する。英語のエンゼルはギリシア語のアンエロスに由来し、その原理は、伝令、使いのものである。 古代ギリシアローマ世界ではアンゲロスは生身の人間としての伝令を表す言葉であると同時神々と人間の中間の霊的存在としての伝令を指す言葉でもあり得た古代のヒキリスト教徒のネオプラトニストはアンゲロスを神々や大王のような超自然的存在として扱ったまた密詞を意味するペルシア語のアンガロスや神の霊の意であるサンスクリットのアンギラスも ギリシア語のアンゲロスと共に語源に挙げられることがある。天使はヘブライ語ではマルアハ、マルエイケイという。これは使わずを意味するココネル系の派生語である。ユダヤの伝承では天使サンダルフォンやメタトロンなどが存在する。サンダルフォンなどは背の高さが世界の大きさの半分に達するなど、お使いとしての天使とはかなりイメージや存在が異なる。 キリスト教において天使は主のお使いである。天使の語源は伝令を意味するのである。ヘブライ語聖書、キリスト教でいう旧約聖書で天使を指しているヘブライ語のも同じ意味である。語源が示すように旧約、新約双方において天使が神のお告げを伝える伝令としての役目を追っている場面はいくつも描かれている。また、天使たちは 人間が歩む道すべてで彼らを守るような神から命じられている歌十一、十一。しかし、ヨハネが天使より与えられた目視を伝えるという体裁を取った目視録では伝令の枠に収まらない働きをしており天使が吹き鳴らすラッパにより世界に最悪が訪れたり天使たちが天で悪魔と戦ったり目十二七から九しているまた また二十五時三十一分マイナス三十六の記述から最後の審判にも天使が関わるものと考えられている。また二十四時三十六分より天使は全知ではないと考えられ、トマス・アクイナスもこれを支持している。ギリシア語原点ではアンゲロスの変化形となっている箇所は新共同約聖書等では天使と訳されているが、1五十四年版の日本。 聖書教会翻訳のようにこれを、お使いと訳しているものある。日本聖教会では、アンゲロス等の訳語として、天使、神使、神の使いが用いられる。天使たちは肉体を持つのか、それとも完全に、霊的、スピリチュアルなものなのかについては、恐怖たちの間でも意見が分かれている。日本聖教会は、天使は、 物質的な世界ではなく霊的な世界に属するが、しばしば人間の目に見える形で現れたりすると、している。今日の絵画では天使に翼が描かれることが多いが、聖書には天使の翼に関する記述はなく、初期の絵画では天使に翼は描かれなかった。天使に翼が描かれている中で知られているうちで最古のものは、テオドシュース一世の知性。 379年395年に作られた君主の石棺である。マルコ12時25分から天使に性別はないものと思われる。絵画では天使を男性風に描く場合も女性風に描く場合もあるが19世紀までは性別がわからないように描くのが普通で女性に見える場合も胸がないのが普通であった。宗教改革者ジャンカルバンは キリスト教公用でキリスト教徒を守るために使わされるお使いについて教えており、今日の福音派においても神のお使いとしての人格を持った天使が存在いると考えられている。ただし、カルバンは公用でローマカトリックの天使に関する教えについて批判している。自由主義神学、リベラルでは天使は 人的表現であるるとともも捉ええらられれ天使が実在するとは必ずしも考えられていないな一方、福音派では、聖書は、天使の存在を当然としているのであって、人格を持った天使が存在することは、聖書の教理であると信じられている。万物は神によって作られたものなので、頃1時16分、天使も、また神の被造物であると考えられ、カトリック教会では、 公会議で、そのように規定された、第四ラテライ公会議、第一バチカン公会議。天使の創造は、人間の創造よりも前だとされる、第四ラテラの公会議の第一カノンにおける、信仰告白ファーマイタークレダムス、強く我らは、信図。日本正教会も、天使の属する霊的な世界は、我々の物質的な世界に先立って創造された、ものであり、 よって特に天使は人間よりも前に創造されたとしている。中世以降、天使の階級には様々なものが提案されているが、それらにおいて広範な影響を与えたのは神秘思想家にせ、ディオニシウス・ワレオ・パギタの著作が提示した図式である。シンプラトン主義的な存在の階層構造に沿った聖なる秩序の思想を示したこの著作は、天井の異界、 ヒエラルケアについて記述し、天上の存在者を三階層の三つ組に配した。これが、後の神学者にも引用され、天使の天群球体、または球果体として、広く知られるようになった。なお、ユダヤ教では、これとは異なる階級が想定されている。日本正教会は、この階級を聖伝として認めている。ただし訳語は異なる。聖書には大天使。 という故障が二度登場しており、1テサ4時16分、ユダ1、9、ミカエルという天使が大天使の一人として挙げられている。ミカエル以外にも、ダニエル書には、名前のついた天使としてガブリエルが登場し、聖書外展ないし、第二聖典の飛びトガキにはラファエルが登場する。カトリック教会では、この二人も大天使とみなされている。また、ラファエルは、自身を、 聖者の栄光の午前に行き来する七人の聖なる天使の一人、七大天使と表現している、飛び十二時十五分。恐怖たちは、ウリエルという天使に頻繁に言及しており、キリスト教では時に大天使とみなされるものの、これは聖書外典の第四絵面書に登場するのみで、聖書聖典には登場していない。カトリック教会では聖書に名前が登場するガブリエル。 ラファエル、ミカエル以外の天使に名前を付ける行為を推奨していない。聖教会の聖殿では、千人もの大天使がいるとされるものの、名前で崇拝されているのは七大天使のみである。聖教会の七大天使は前述したミカエル、ガブリエル、ラファエル、ブリエルに、セラフィエル、イエグゲル、バラケールを加えたものである。八番目として、イエレミエルを加えることもある。一方、 旧約聖書属編を認めないプロテスタントは、ユダ一九に登場するミカエルのみを大天使とみなし、ダニクジ十一分の記述により、ガブリエルを大天使ではない通常の天使としている。守護天使は、キリスト教徒の一人数とに付き添って、信仰を守り導く天使のこと。神が人間につけた天使で、その守護する対象に対して、 善を進め役を退ける要素の心を導くと、去るカトリック教会参照。守護天使の存在がカトリック教会で肯定されている公共よりカトリック教会のカテキズム。イスラム教では天使の存在は、神と、ムスリムが信仰すべき六神の一つである。アラビア語で、単数形マラク、マレックで、ヘブライ語からの借用語とみられるが、通例。 複数形のマラアイカ、マライカ、マラアイク、マライクで呼ばれる。マラアイカは唯一神であるアンラーフが創造した存在であるが、神と人間の間で仲立ちを務める、霊的に神と人間の中間の存在であるとされる。イスラム教での天使も、ユダヤ教、キリスト教での天使とほぼ同じである。マラアイカは数多く存在するが、その頂点にあるのが、ジブリイール、ジョブライール。 ジョブラ、イール、ジャイブラ・イール、ジブリル、ミーカー・イール、ミーカー・イール、イズラ・イール、イスラ・イール、イスラ・フィール、イスラ・フィールの四大天使である。ジブリールとミーカー・イールはクルアーンに登場する。クルアーンには名前と役割の明らかな天使はそれほど登場しないが、ハディースなどの伝承において天使に関する様々な言及が存在する。それによれば、天使は神が 光から創造した存在で、主に天井にあって神を助ける役割を帯びている。ジブリールはクルアーンに3度言及されており、9二時28分 -29、66、4、天使の筆頭とされる。イスラムの預言者ムハンマドに啓示を教えた存在として、特に重要視されている。キリスト教での教義と同様に、イエス、イーサーの母、マリア、マルヤムに、 自体告知を行った天使であり、またアブラハム、イブラーヒームが、イサク、イスハークを犠牲に捧げようとした時に、神の命令によって、これを制止した天使も、ジブリールとされている。ミイカーイルは、クルアーンで一度だけ、ミイカール、マイケルと表記されてジブリールと並んで出てくるが、92、98、イスラム処分権ではジブリールに比べると言及される、頻度は、あまり多くない。 イズラー・イールは、クルアーンにも言及されている、死の天使、マラクル・モット、932、11のことと考えられており、死を司る天使とされている。魂を引き離す役割を担い、人間が、世界のいついかなる場所にあっても予定された時に必ず、現れて、死をもたらす存在あるという。ただし、個人の死の予定については、神が決めるため、 イズラー・イール自身には分からないという。イスラフィールは、週末の審判の時に、その到来を告げるラッパを吹く天使とされる。頭は天に達し足は地に至るというほどの巨体であるという。週末に天使がラッパを吹くことは来るアーンで、述べられているが、イスラフィールという名は出てこず、ハディースなどでその名前が知られている。 イスラム教では後に創造されたものであるほど優れているという考えがあり、アッラーフは天使に最初の人間であるアーダムを礼拝するように命じた。天使は神を称賛してやまぬ存在で、神の唯一性、タウヒードや啓示の神聖さを確証する存在でもあるとされる。そのため、神の啓示を預言者たちに伝える役割を担い、週末にはラッパを吹き鳴らし、 死者の生前の善行や悪行など行いのすべてについてやその判決を記録するものともされている。多くは神の天の玉座の周りを神を賛美しながら幾重にも巡っているといい、天の楽園の番人たちも天使の役割とされている。また、場合によっては個人の救済のために現れることもある。総じてイスラム教の天使は神の補佐役として様々な役割を遂行する。 存在である。旧約議典、ヨベル書によれば、アダムの子孫は、代々天使と人間の間に生まれた娘と結婚し、その一族、エノク、メトシェラ、ノアなどが生まれたという。創世記のノアの洪水の部分と、旧約聖書の議典で、エチオピア聖教会の聖典、エノク書によれば、天使の一部グリゴリ、200名が、人間の娘と交わりネフフィリム、 天から落ちてきた者たちの意味、通常は巨人と訳されているを生み出すという事件を起こしたが、大洪水で、ノアの箱舟以外のネフィリムを含む人間は死に絶えている。キリスト教におけるヨハネの目視録による学説では、天使の一部は神に反逆しだ天使となり、その蝶は元天使長赤月の天使ルシファーで争いに敗れて地獄の蝶となったとされる。 ヘレニズム期のユダヤ教セクト、クムラン教団で破壊をもたらす、闇の天使とされたベリアルは、新約聖書の時代には、悪魔の固有名詞として扱われるようになった。コリントの信徒への手紙にでは、ベリアルがキリストと反対の位置にあることが示されている。ヒッポルトスの、タ端反爆の報告するところでは、グノーシス主義、ナハシュ派、ヘビ派のバルクの書には、 以下のような神話が含まれていたという。第二の男性原理エロヒム、万物の父と第三の女性原理エデン、またはイスラエル、体は女性、足は邪神の間に二十四の天使が生まれた。この天使をモーゼはパラダイスと呼んだ。エロヒムとエデンには各々に十二の天使が使えた。エロヒムの天使がエデンの人身の土からアダムとイブの体を作った。 エロヒムが天に昇ったので、怒ったエデンは、ナハスとアフロディテ、バベルにより、人間の霊を苦しめさせた。エロヒムの天使バルクは、モーゼや他の預言者、ヘラクレスなどに働きかけて、人間の霊を天井へ登らせ、救おうとするも、モーゼ、預言者は、ナハス、ヘラクレスは、アフロディテの誘惑に敗れる。バルクはイエスにべてを話し、ついに、イエスの霊は天井に登り、 皇族の人間も救われた。ダイアンフォーチュンは、心霊現象から自分を防衛する必要があるときに、魔法炎を描いて天使に祈る方法を紹介している。また、天使占いという占いが行われている。使える例としての、見使いは、補修期以降の観念であると考えられている。古い文書、とりわけ、もうセ後書に登場する、ヤファウェの使いはむしろ、 ヤハウェの特別な権限ないし密接な関係にいる工事の例と考えられた。セラフィムやケルブ・ケルビム、あるいはオハニムなども密会の意味での天使とは考えられていなかった。彼らは神ヤハウェと密接な関係を持つ工事の例ではあるが、何か質なものと考えられていた。この考えはまた、初期のキリスト教の神学者たちも感じていた。バビロン保守期以降、神が、 多数の霊に使えられているとする観念が生まれた。この天の宮廷にバビロニア神話の影響を見る者もいる。また各々の国にはそれを司る天使、国の君がいるという考え方が生まれた。三宗教の聖典である、モーセゴ書における神の使い、ヤファウェの使いは、ヤファウェの権限体であり、時にヤファウェと同一視されるが、天使はこれと異なり、 使える例として描写される。旧約聖書における使える例、天の軍勢としての天使への言及は比較的新しく、ユダヤ人のバビロン補修期以降に成立した概念と考えられている。ミカエル、ラファエルなど固有の名前を持った天使は補修期以後に成立した文書に初めて現れる。三世紀のラビシメオンベンダ騎士はこのことを指摘し、 これらの天使がバビロニア王国に捕囚されていた時代に由来するとの説を立てた。ここから天使の概念はアブラハムの宗教が広まり他民族を取り込んでイスラエル民族が成立していく過程で他宗教の神を唯一神によって創造された会の存在として取り込んでいったする考えがある。またゾロアスター教の神の組織のあり方に天使の組織のあり方が類似しており 天国と地獄の概念、善悪の天使に分かれて戦う、戦争の概念は、ゾロアスター教の考え方から影響があると言われている。しかし、天使が本来持っている、霊的、神学的な概念を示す最古のものは、古代世界とはほとんど関係がなく、すべては、旧約聖書と、新約聖書に結びついている。天使は、主に二つの類に分かれる。第一は、 ミツカイと呼ばれる天使である。第2は、セラフィム、死天使、ケルビム、サトシ天使、オファニム、ザ天使がそうであるが、多数の目を持ち、多数の翼等を持った姿の天使である。これらは、一般的な天使のイメージとは、程遠い怪物的なイメージで表現されている。第1の天使は、旧約聖書、新約聖書においては、姿が見えないか。 翼など持たず普通の人と変わらない、成人か若い青年の姿で現れる。なお、ガブリエルやミカエルは、下級天使の異界である、大天使とされるが、上級天使である、死天使やサトシ天使の異界にあるとされる場合もある。これは、キリスト教で、天使異界を論じて、彼らを最高位天使としたためである。彼らは、怪物のような姿では考えられていない。 初期のキリスト教では、天使は現在の一般的な天使イメージとは異なり翼を持たない姿で描かれることもあったが、聖書中には四つの翼を持つケルビムと六つの翼を持つセラフィムの記述が存在す。このうち、ケルビムの描写は翼の下に人間の手があるとされ、現在広く知られている天使の容姿と合致する内容である。聖書と内容を一部共有するクルアーンにおいても、 天使は2体、3体、または4体の翼を持つ存在であるとされている。天使が有欲の姿であると普及するようになるのは、オリエントペルシアの天使、精霊のイメージなどが混合されてきたことも一であると考えられる。中世ヨーロッパにおいては、絵画から伺える限りでは、天使は有欲で、当時の聖王人の衣装をまとい、天の聖火体を構成する天使たちは、 美少年の姿に悪と戦う使命を持ったミカエルなどは、鎧をまとい剣を帯びた惜しい戦士の姿で描かれていた。近世以降、無垢な子供の姿や女性の姿、優しい男性の姿をとって表現されることが多くなった。これは、ルネサンス期にローマ神話のクピド、女神、ウェヌスの子である愛の神からイメージを借りだとされる。場合によっては、同時の顔と、 翼だけで体を持たない姿に描かれることもある。2013年、ローマカトリック教会のレンツラバトーリ神父は、ローマで行われた、天使美術に関する討論の中で、翼の生えた子供として描かれる、天使像は、真の姿ではなく、天使は目には見えないが、例えるならば、クリスタルガラスの花瓶を通すことで人の目に映る、姿を歪ませる陽光のようなものだと主張した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。